だけしかわお同じ意味ですけど何が違いますか簡単に言うとほとんど同じ意味です。でもちょっと違う感じの時もあるあと使い方がちょっと違う。いいちょっと例文見て例えばこんな感じね。 財布の中財布ってわかる財布ってあのお金を入れるやつねお金をお金を入れるこれ財布いいで財布の中に300円だけあります。ということは財布を出してみたらあ百100200300円これだけあとは何もない300円だけあります。分かった まあ、英語で書くと英語で書くとオンリーですね、はい、私の英語の発音が「どう」とか言わなくていいからね「オンリー」です「オンリー300円」そういう感じで「しか」しかも同じ意味なんです同じ意味なんですけれどもちょっと使い方違うよ見てね財布の中に「300円しか」でこのあと「 ありませんありますは肯定でしょうでもありませんは否定ですよね、否定形ですよねでもこっちとこっちの意味は同じつまりだけとだけとしあ、ちょっと待ってね、ごめんねえっとだけと しか,しかの時は否定形の文を使うんですねだ,けだからちょっとこうどっちがどっちみたいなねちょっと分かりにくい。でも「だけ肯定」の時それから「しか否定」の時これは同じ意味ですよ。 これだだけ覚えてくださいいいね。いいで「すか。で、えっと、だけあります」っていう時と「しかありません」っていう時の感じねちょっとその気持ちの部分感じはちょっとだけ違う感じがする私はね私はそう思う。だけありますの時はなんとなくねちょっとだけねちょっとだけ積極的な感じはする前向きというか積極的。 積極的で「しかありません」っていう時はなんとなく悲観的な感じがする。悲観的あこれ中国語の書き方だ。悲観的だから。 だけあります300円だけありますっていう時はまあ300円だけあります他はありませんなんとなく気持ちはまあ普通な感じ積極的というかまあ普通な感じでしかありませんっていうと300円しかしかないしかありませんどうしようみたいなねそんな感じもありますまあ全部が全部ではありませんけれどもそういう気分のね気持ちの違い という部分もありますから、そういうのをちょっと比べて読んでみると面白いかもしれませんね。はい、以上です。そ以いうの、だけ跟しか、ただ差異在哪り、実は、意思是一安、一模意安だ。但是、法有一り不一安。最近の的ュー句は、意思是完全一安的在、前包に面有10倍、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 10 だけあります。只有三百块。那しか又怎么样？しか是在钱包里面只有三百块。但是呢，后面是否定型，意思是だけ肯定型的时候，这种句子跟しか否定形式一样的意思，可以吗？だけ肯定型的说法跟しか否定型的。 打开肯定型跟西卡否定型是一样一样的，可以吗？好，那另外我最后刚才提的是，虽然意思是一样，但是有时给人的感觉，或者是说出来的那那个人的感感觉是有一点一点不一样。当然，绝对呃不是说所有的用打开跟西卡的句子是一样呃这个原则，但是呢。 呃，有的时候确实有这样的差别，就是说 d a k 阿里的时候，心情是比较冷静一点，没有那么的呃情绪化的感觉。大 a k e 阿里像钱包里面只有三百块，并没有显示他的呃感情的部分、情绪的部分。但是呢 s h 阿里的时候。 它给人的感觉是有一点悲观、悲观的感觉，意思是，呃，我好像钱包里面只有三百块，今天怎么办？是那种感觉。所以呢，しかありません是更强调啊、呃，只有这个而已的感觉哦。所以有的时候，你可以在生活上听到しかありませんか、しかありません的时候，哇。 它真的心情的部分是强调哇，它只有这个东西是这样的感觉，所以这个原则或者是一个日常生活上的用别的方法，也是可以请你们留意一下。